安物買いの銭失い、中国製タイヤで悲惨な結果に。車に乗る皆さんはタイヤを購入するときにどんなことを重視しますか？物価高の昨今、コスパ重視という人もいるでしょうね。確かにタイヤは安い買い物ではありませんし、安いタイヤを選ぶという考え方もあるでしょう。しかし他のものならいざ知らず、人の命を乗せて運ぶタイヤは値段よりももっと大切なことがあります。それがどういうことなのかよくわかる状況が中国で起きつつあります。近年大変な勢いで失速している中国の経済。その中国から日本の企業だけではなく海外の企業が続々と撤退していることは皆さんもご存知でしょう。そして日本のタイヤメーカーブリヂストンも中国からの撤退を決めました。その結果、中国では低品質なタイヤを使わざるを得なくなり、深刻な状況に陥りつつあります。今回はブリヂストンが中国撤退を決めた経緯とその影響について解説していきたいと思います。ますます悲惨な状況になる中国の物流業界の現実がよくわかりますよ。それでは早速行ってみましょう。ブリヂストンといえば日本が世界に誇るタイヤメーカーです。その歴史は長く、1930年、国産タイヤ第1号がゴムの町福岡県久留米市で誕生。その後次々と高品質のタイヤを製造し、今や世界150カ国以上で事業を展開しています。鳩山元首相のおじいさんである石橋正次郎さんが世界的な企業になるぞという強い気持ちを込めて、自分の石橋という名字を英語にして前後を並び替えて作った社名。現在株価も順調に伸びていて、タイヤの販売本数も拡大しています。そのブリヂストンが2024年2月27日中国から撤退することを発表しました。中国でのトラック・バス用タイヤの生産と販売を終了し、中国市場から撤退するというのです。1月26日に瀋陽工場でのトラック・バス用ラジアルタイヤの生産を終了。2024年上半期に販売を終えることになっています。世界的にタイヤの需要が落ち込んでいるわけでもないにもかかわらず、なぜブリヂストンは中国からの撤退を決めたのでしょうか。産業用車向けタイヤは現地メーカーとの価格競争が激しいことがその理由。中国国内にもタイヤメーカーはたくさんあって、タイヤを安く供給しているのです。さらに中国国内の商業用向けタイヤの需要が激減したことももう一つの理由になっています。需要がないのに供給過多の状況になっているということは、ブリヂストンにとって中国の市場は終わっているということになるのです。そこで業績が悪化している事業を切り離して、今後は成長の見込める乗用車用の高付加価値タイヤに資源を集中させることにしています。今回閉鎖することになった工場は25年の歴史があり、1日に5000本以上のタイヤを生産する能力がありました。特にこの工場では商業用車両のタイヤを製造していたのです。この事実だけを見るとブリヂストンが中国市場で勝てずに追い出されたような印象を受けます。しかしブリヂストンは中国での生産縮小とともに、アメリカでの商業用タイヤ生産を増強するなど、地域によって異なる戦略をとっています。実は中国のトラック輸送業界は今かなり危機的な状況で、2016年をピークに輸送量が縮小してしまいました。2019年には2016年に比べて輸送量が100億トンも減少しているのだとか。この100億トンというのは日本全体の輸送量の2倍以上の量に相当します。いかに深刻な状況かがわかりますね。それに伴い運送業界の競争が激化し、業界全体がかなりのブラック化。貨物の量が減っているため業者の数も減っています。しかし倒産するぐらいなら安い料金で運ぼうという業者が出てきていて、運送業界の競争が熾烈を極めているのだそうです。
そのため運送業界で働く人たちは奴隷と同じくらいだと言われるほど低賃金でハイリスクなブラック業界。トラックを止めておくだけで駐車料金がかかるため、とにかく稼働させなくてはなりません。そのため低賃金で長時間労働になっているのだそうです。それまでは中国でもブリヂストンのタイヤが使われていました。高品質のタイヤは1年走ってすり減ってもまたゴムをかぶせてリサイクルすることができたからです。リサイクルタイヤであってももともと質の良いタイヤですから、中国製のタイヤよりも良いとみなされているそうです。安いタイヤを使うと一度事故でも起こしてしまえば結局大きな損害が出るため、利益に敏感な中国の業者はブリヂストンのタイヤのような高品質のものを使っていました。しかしブリヂストンの撤退で中国では高品質のタイヤを使い続けることができなくなりました。危険を承知で安価なタイヤを使うしかありません。そうして運送業者はコスト削減のために安価な国産タイヤを選択せざるを得なくなっており、これが高品質なブリヂストンのタイヤの販売を圧迫することになったのです。つまり中国人は一部を除いてもう高い買い物ができず、自国の激安で品質が悪いものを選ぶしかなくなっています。ところがタイヤというのは大切な命を運ぶ車の足です。低品質なタイヤを使い続けると大変なことになってしまいます。中国産の激安タイヤを使うことで何が起こるのでしょうか。次に激安のタイヤで起こる悲惨な状況を見ていきましょう。中国製の激安タイヤの品質の悪さは有名。中国製タイヤは韓国製や台湾製のさらに半額程度で買うことができます。しかし性能レベルもがっくり落ち、業界では中華製として別扱いされています。激安タイヤは細かいところでコストダウンを図っているので、タイヤ内部のワイヤー量が少ないのです。再生ゴムを使っているケースもあります。もしこのような安価なタイヤを使い続けたらどんなことが起きるのでしょうか。パンクのリスクが上がったり、劣化が異常に早かったりします。また悪天候に対応できません。天気のいい晴れた日なら問題なく走れるかもしれませんが、激安のタイヤは少し濡れた程度の路面でもカーブなどでは滑りやすくなります。さらに信じられないことに、まっすぐ走らないことがあるというのです。まっすぐに走らなければ常にハンドル操作をして軌道を修正しながら走ることになります。神経をすり減らしながらのドライブでは運転を楽しむどころではありませんし、疲れ果ててしまうでしょう。またカーブを走行中にグリップ不足を感じるのだとか。グリップ不足というのは運転中にタイヤが路面と十分な接地を確保できない状態のことを指します。安定感がなく、曲がりたい方向ではなく外側にはみ出たようなコースになってしまうのです。もっと危険なのはバーストです。バーストとはタイヤが破裂してしまうこと。タイヤが破裂してしまえばもちろん走り続けることはできません。もし後輪がバーストしたら車がスピンしてしまう恐れがあります。バーストの衝撃で他のパーツが傷ついたり破損したりすることもあります。何より恐ろしいことは周囲を巻き込んで大事故に発展することです。とにかくバーストはとても危険な現象なのです。このように中国製の激安タイヤは安かろう悪かろうの典型とも言えるでしょう。先日とある海外の掲示板にこんな投稿がアップされました。ロシア軍、中国製タイヤのせいでトラブルが多発して進行のペースが遅れていることが判明か。海外の人たちからはこの投稿に対して様々なコメントが寄せられていました。中国ってロシアのお仲間じゃないのか。ロシアのウクライナ侵攻に最も打撃を与えているのは中国製タイヤのようだ。ありがとう中国。ロシアはもっといいタイヤを積極的に検討するべきだな。ロシアはタイヤ代もケチるんだな。これがもし本当ならウクライナの人々は中国に感謝しているかもしれませんね。もちろん全ての中国製のタイヤが粗悪品であるというわけではありません。中には真面目に作っているタイヤもあり、
そのようなタイヤは日本や海外の基準に合格しています。しかし中国国内に流通しているタイヤの中にはご紹介したような危険な粗悪品のタイヤが混じっていることも確かです。実は中国にはなんと約1000社のタイヤメーカーがあり、ほとんどのメーカーは日本では知られていません。日本と違って中国の場合、まずは巨大な工場を作ってしまい、工場の規模によって国が年間の生産ノルマを設定するのだそうです。もしノルマが達成できない場合、工場が閉鎖に追い込まれることになるので、新規参入を探して資本のある商社などに声をかけてタイヤ事業を始めてもらいます。そうして出来上がったタイヤを販売するという流れになっているのだとか。この結果、一つの工場にたくさんのタイヤ会社ができて、タイヤ会社が増えてしまうことになるのだそうです。そのためどうしても高品質のタイヤを製造することができません。この流れを知っている人が、中国製は粗悪品だという判断をしたようです。安価なタイヤを使うことは、短期的に見れば当面のコストを抑えることができます。しかしパンクやバーストなどによる事故リスクの増大、中長期的なコストパフォーマンスの低下につながります。安全性への悪影響も覚悟しなくてはなりません。ですからブリヂストンのように高品質で耐久性を持ったタイヤが使えなくなることは、中国の企業にとって大きな損失になります。先ほど運送業界がブラック化しているというお話をしました。労働環境が悪いだけでなく、乗り心地も低下してしまう中国製のタイヤだけを使うようになったらどうなるでしょうか。ますますトラック運転手を希望する人はいなくなるでしょう。中国のトラック運送業界は輸送量が減ったのにもかかわらず、運送業者数はむしろ増加傾向にあるのだそうです。現時点で約1000万人が従事する巨大産業になっているのです。そのため輸送量あたりの単価をめぐる競争が激しくなっています。つまり値下げ合戦が発生してしまっているということ。このためトラック運送業界の環境は非常に悪いものになっていて、長時間労働や点検不良のトラックが横行していると言われています。毎月80時間を超える違法な時間外労働が当たり前になっているにもかかわらず、運転手の月給は2000元、日本円で約3万円と低く、休日もほとんどないのだそうです。このような状況で安価な中古タイヤを使っている業者も増えています。パンクやタイヤが走行中に外れる事例も多発して、運転手や歩行者の命に関わる事故も増えています。事実、2022年に浙江省の高速道路で走行中のトラックのタイヤが外れて横転する事故が発生。トラックが傾いているのに気づいた警察車両が注意を呼びかけ続けましたが、運転手はそれを無視して横転するまで12キロほど走り続けていたのだそうです。運転手は長時間労働でぼーっとしていたのかもしれませんね。こんな悲惨な状況が起きている一方で、コストを限界ギリギリまで切り詰めさせて他社との競合に勝っている経営者だけが豊かになり、贅沢な暮らしを享受しているのです。彼らのほとんどは中国共産党のエリート層ですから、当局からの厳しい締め付けなどもなく、今のような状況が続くとみられています。輸送業界のブラック化は中国経済の失速、構造の変化、負の偏在を象徴しているのです。しかしドライバーたちも黙ってはいませんでした。2019年、ドライバーたちが中国全土で抗議運動を起こしました。中国製の物流ウーバーといわれるフォラーラーというアプリの仕事をしているドライバーたちの不満が爆発したのです。実はこのアプリのアップデートをきっかけに、ドライバーの収入から差し引かれる金額が増えてしまいました。消費者にとっては安くて便利なシステムでも、ドライバーにとっては不利な仕組みになっていたのです。たびたびこのチャンネルでお伝えしているように、中国の経済はすでに破綻しています。ブラック企業で過酷な労働を強いられる人々や、仕事がなく日々の生活に困窮している人々が犠牲になっています。こんな中で中国撤退を決めたブリヂストンの判断は間違っていなかったということでしょうね。中国産のタイヤは危険？中国産のタイヤが原因で
ロシア軍撤退。今ロシアが中国産のタイヤを大量に流通させたばっかりに大変なことになっているのはご存知でしょうか。ご周知の通り、2022年にロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。実はこのロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、日本を代表するタイヤメーカーのブリヂストンはロシア市場からの撤退を表明しているんです。世界で大きなシェアを誇るブリヂストンも、当時のロシア国内ではシェアは大きくありませんでした。そのため当初ロシアはブリヂストンの撤退に対してシェアの規模からあまり関心を示していませんでした。しかしブリヂストンのタイヤの供給がストップすると事態は一転。中国産のタイヤが市場を占めるようになると、ロシア国内で様々な弊害が。一体ロシアに何が起こったのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。まずは我が国が誇る世界的タイヤメーカーブリヂストンについて簡単に説明しましょう。ブリヂストンは前身会社日本タビのタイヤ部門として1930年に発足されました。この時点ではまだ企業の中の一部門に過ぎなかったのです。そしてタイヤ部門が製造するタイヤが優れていると評判になり、1931年にはブリヂストン株式会社が分社独立を果たしました。時は流れ、1984年には株式会社ブリヂストンと社名を変更。社名の由来は創業者の石橋正二郎氏にちなみ、英語のブリッジとストーンを掛け合わせたものから来ています。ブリヂストンは世界でシェアを拡大し続け、今では計150カ国以上で事業を展開中。北米や欧米、今や中南米にも進出しているんです。世界でのタイヤ市場はミシュランが首位で 15%、 ブリヂストンが次いで約 13.6% のシェアを誇っています。ミシュランといえばフランスのタイヤメーカーであり、企業名もあの印象的なキャラクターも多くの方がご存知なのではないでしょうか。現在ブリヂストンは F1 にタイヤを供給していませんが、かつては両社がレースの舞台で激しくしのぎを削り合っていました。熱いレースの世界でも我が国のタイヤメーカーが世界中に認知されていると思うと嬉しくなりますね。そんなブリヂストンがロシア市場に進出したのは1998年のこと。現地でもブリヂストンのタイヤはしっかりと認知されており、品質は良いと評判でした。これからもロシアで事業拡大できるチャンスは大いにあったと言えるでしょう。ですが、2022年にロシアで異変が起こりました。ロシアによる一方的なウクライナ侵攻です。ブリヂストンはロシアのウクライナ侵攻を是とせず、ロシアから事業を撤退することを決定。これは経済制裁のため事業を継続していくことが困難と判断されたためです。タイヤの輸出を停止し、現地に駐在する日本人従業員とその家族を帰国させました。そして2023年、ロシア事業を現地の投資会社 S8 キャピタルへ譲渡。これにより、ブリヂストンは完全にロシア事業から撤退することとなりました。もちろん、ブリヂストンが撤退した理由として事業継続が困難になったということもあるでしょう。しかし、ブリヂストンが重視したのはやはり現地に駐在する日本人従業員の安全の確保であると考えられます。戦争が激化すると無事日本へ帰国できる保証はありません。人命を守る意味でもロシア事業からの撤退は英断と言えるでしょう。ロシアはブリヂストンの代用となり得るタイヤをいち早く見つけ出す必要がありました。なぜならタイヤは自動車ではなく軍用車には使われているからです。ましてやロシアはウクライナとの戦争真っ只中、タイヤの供給不足は戦争の勝敗にも影響する可能性があります。そこでロシアが目をつけたのは中国産のタイヤです。本来軍用車にはミシュラン XZL というタイヤが使用されます。それはロシアでも変わりありません。
ミシュラン XZL は世界でもトップレベルの技術力を誇るミシュランが提供しているタイヤです。このタイヤの特徴としては、一般オフロード車や軍用車専用のタイヤであり、圧倒的な堅牢性を誇っています。そしてこのタイヤはもともと様々な空気圧で作動するように設計されています。そうすることで動作温度を常に保つことができ、持続的な速度で長距離走行が可能になるのです。厳しい山岳地や砂地も何のその、まさに軍用車のために開発されたタイヤといっても過言ではありません。しかしロシア軍は少しでも軍費を節約しようと、ミシュラン XZL のコピー品としてささやかれている航海 YS20 を起用することに決定しました。では航海 YS20 の性能はどうなのでしょうか。航海 YS20 は中国で軍用タイヤとして作られ、ミシュラン XZL のコピー品であると言われています。確かに見た目はそっくりで、素人目には分かりません。しかし性能は全くの別物。専門家はブロックパターンは似ているものの、性能はオリジナルのミシュランタイヤと比べてかなり劣ると辛辣な評価を下しています。特に泥沼状態の地形では性能が大きく落ちるのだとか。戦争においてぬかるみの中で戦闘する可能性は十分にあり得ると言えるでしょう。軍用タイヤがぬかるみを弱点としているのは、製品として使い物にならないと言っても過言ではありません。また当たり前のことですが、ミシュランやブリヂストンは軍用のタイヤを提供する場合、商品に対して厳しい検査をしています。そして検査に合格した軍用タイヤだけが市場へと流れていくのです。しかし航海 YS20 に関してはろくな検査もせず、市場へと流されているのだとか。専門家はおそらく航海 YS20 は正式なライセンスなしでコピーしたものだろうと推測しています。だからこそ検査を通さずに市場へと流れていくというわけです。日本ではありえないことですよね。では実際に正規品であるミシュラン XZL と航海 YS20 ではどれぐらい金額の差があるのでしょうか。中国オンラインモールのアリババでミシュラン XZL タイヤは50個セットで36,000ドル、約470万円で販売されています。一方で中国製タイヤ航海 YS20 の場合、同じ個数でも170分の1水準である208ドル、約3万で取引されているのだとか。圧倒的な差額ですね。かねてより金銭の不正行為が目立っていたロシア政府。ロシアの国防予算は1年に約600億ポンドと言われており、日本円にして約9兆7550億円に達すると言われています。そして当然軍用車のタイヤも国防予算から捻出されます。約9兆円もあればタイヤの費用くらい出せそうな感じがしますよね。しかしロシア軍の高官たちは防衛費を削り、私腹を肥やすために不正を犯して軍用車に値段の安い中国産タイヤを使ったと言われているのです。余った予算は高官たちの内ポケットに収められるというわけ。ニュージーランドタイムズでは、腐敗したロシア軍高位職が防衛産業で不正を犯して装甲車に値段の安い中国製タイヤを使ったと報じています。しかしやはり低品質と名高い中国産タイヤ、その中国産タイヤが流通して間もなく、ロシアは痛い目を見ることになりました。早期の勝利を確信してウクライナに侵攻したロシア軍ですが、事態は思いもよらない方向へと動いていったのです。それは進撃速度があまりにも遅く、局地的な戦闘で幾度もウクライナ軍に敗北したということ。大きな要因として考えられているのが、軍用車に取り付けられた中国産タイヤです。ニュージーランドタイムズなどは消息筋を引用してこのようにも報じています。ロシア軍が装甲車に低価格のタイヤを使ったため、険しい地域から戦闘車両が抜け出せずにいる
とし、結局これに伴いロシアの進軍が遅くなった可能性があると。その証拠としてインターネット上ではぬかるみにタイヤを取られて動けない軍用車の写真が拡散されています。また軍用車の中にはパーンツイリ S1 という短距離地対空ミサイルを搭載した軍用車が立ち往生してしまっている様子も映し出されています。ぬかるみにはまってしまったからではなく、タイヤそのものがパンク、バーストしてしまったケースも多いのだとか。パーンツイリ S1 はレーダーでも捉えにくいドローンの撃墜に成功した高性能の短距離地対空ミサイルですが、動けなくては宝の持ち腐れもいいところです。中国産の低価格タイヤには険しい悪路を走行できるだけの性能も、重量もある軍用車、装甲車を支えるだけの耐久性もなかったのです。ロシアが安さばかりに気を取られ、中国産のタイヤに飛びついた結果と言えるでしょう。他にもロシアは至るところで軍事費の捻出を渋っています。例えば無線機です。粗悪な無線機を兵士に支給し、その結果原因不明の故障が多数発生。後日その原因はバッテリーであったと言われています。無線機は兵士にとって絶対的に必要な情報の供給源です。技術が発達した現代においては考えられない機械トラブルと言えるでしょう。このような事態を受け、ロシア軍はどのような結果を招いたのでしょうか。それは進軍の遅れによる作戦失敗です。この性能の低さのせいで何百人もの兵士が命を落としました。ロシアは低価格な航海 YS-20 を本格的に流通させる前に品質を確かめておくべきだったのです。航海 YS-20 はロシアでの一件が有名になり、戦場で極めて評判の悪いタイヤとして全世界で知られることになりました。当初ロシア軍の圧倒的勝利で終わると予想されていたウクライナ戦争、しかしロシア幹部の不正と戦場で極めて評判の悪いタイヤの流通がロシア軍の侵攻を停滞させ、戦争を長引かせています。ミシュランやブリヂストンのタイヤがロシアで流通していれば、このような醜態を晒さずに済んだかもしれません。この一件はタイヤ選びの本質を教えてくれたような気がします。ここまでロシア・ウクライナ戦争で使用された中国産タイヤとその影響についてお話ししました。次は中国産の激安タイヤについて深掘りしていきましょう。韓国製や台湾製など日本のタイヤと比べると半額程度で購入できる激安アジアンタイヤですが、激安アジアンタイヤの中でも群を抜いて安いのが中国産で、日本のタイヤの半額以下で購入可能です。ではどうしてこれほど中国産のタイヤは安価なのでしょうか。その理由を解説しましょう。中国のタイヤメーカーは驚くことに1000社以上あると言われており、そのほとんどが日本で知られていない無名の会社です。でもどうしてそれほどタイヤ業界に力を入れておきながら粗悪品ばかりが生み出されていくのでしょうか。その原因は中国独自の経営戦略にあります。日本ではあまり考えられないことですが、まず中国では巨大工場を作ってから工場の規模によって生産のノルマを設定します。その段階になってようやく資本を開始し、片っ端から資本力のある商社に声をかけ、資本金を捻出してもらうのです。なんだか順序がめちゃくちゃな気がしますね。資本力のある中国だからこそできる力技なのかもしれません。当然計画性も何もない状態で立ち上がった工場ですから、品質も何もあったものではありません。経営理念もなければ経営方針も上意下達なので、社員のやる気もありません。このようないい加減な背景もあり、生産してとりあえず売ってしまえばいいという考えが大前提にあります。質の悪いタイヤは限界までゴムを薄くして構造がかなりずさんです。しかも中国では検査時明らかに不良だと分かっていても、利益を優先して検査をパスするのだとか。世界では
中国製タイヤの質の悪さは有名で、中華製として別物扱いされているという話もあります。ロシアでは軍用車の事件が主に取り上げられていますが、被害が出るのは軍用車だけではありません。普通の自家用車でも激安タイヤが元となるトラブルはあります。例えば雨や雪の走行時はとても危険です。ブレーキの効きも驚くほど違いがありますし、スリップの危険性もあります。また高速道路の走行時にタイヤがバーストしてしまうということもありえます。日本にも中国産のタイヤは入ってきますが、これは世界基準で規格されている検査をパスした商品です。出どころが怪しい店で購入しない限り、安心して使用することができます。ですが、日本のタイヤと比較すると、静粛性、寿命は大きく劣っているのです。結果として、これらのずさんな中国のタイヤ生産システムが、今回のロシア・ウクライナ戦争で明らかになったというわけです。タイヤには人の命がかかっていると言っても過言ではありませんから、タイヤを選ぶ際には、自身の命を守るためにも慎重に選ぶ必要があります。日本は自国で世界有数のタイヤ企業を輩出しているからこそその重要性を認知していますが、ロシア軍はその当たり前のことを認知できていなかったようです。そのことを受け、中国産のタイヤがいかに危険か知った世界中の人からコメントが殺到しています。やっぱり日本の技術力は素晴らしいね。ブリヂストンのタイヤをずっと履いているけど、一度も身の危険を感じたことがないよ。安いのは魅力的だけど、結局日本のタイヤの方が節約になっているんだよね。子供が乗る車には中国産のタイヤを履かせたくないね。やはり海外の人たちからも日本の技術力は評価されているようです。日本人として誇らしい気持ちになりますね。ロシアから撤退したブリヂストンですが、実はロシアの侵攻により自国にとどまれなくなったウクライナに対して5億円を寄付しています。また、ウクライナ避難民学生、留学生の受け入れを行う日本経済大学の取り組みに協力することを発表。その後、同大学の避難民学生、留学生に対してインターンシップ及び工場見学を実施しています。この活動は、ウクライナ人の困難に寄り添いながら、日本で安心安全の生活を送ってもらうためのものです。日本には、母国に帰りたくても、帰れないウクライナ人が数多くいます。ブリヂストンは今、タイヤメーカーの枠を超えた企業へと進化を遂げている段階です。世界中の人々の暮らしに寄り添った視点で、ものづくりに取り組んでいるからこそ、日本には、安心して命を預けることができるタイヤが溢れているのかもしれません。また、問題のロシアでは、これから自国で良質なタイヤを生み出すことはできないと考えられています。理由としては、戦争による経済制裁で資源と財源の枯渇が考えられます。今後も、ブリヂストンのように海外からのブランドや事業が撤退することも考えられ、他国を頼ることは難しくなるでしょう。つまり、自国でタイヤを生産する力のないロシアは、これからも中国産のタイヤに頼らざるを得ない状況になっているのです。粗悪な中国産タイヤがロシアに普及すればどうなるでしょうか。想像するだけでも恐ろしいですね。ロシアに限らず、世界から一つでも不幸な事故を減らすために、タイヤ市場が中華製に侵食されないことを祈るばかりです。こんな国ではやってられない。撤退しよう。その結果は果たして。皆さんは普段からよくコンビニに行きますか？日本のコンビニで一番店舗数が多いのはセブンイレブン、そしてローソン、ファミリーマートと続きます。トップ3には及ばないのですが、ミニストップが好きという人もいるでしょう。そんなミニストップの店舗数は2021年12月時点で1971店。ところが当時お隣の韓国には2597店もあって、本家本元の日本の店舗数よりも多かったのです。
日本もコンビニの数が多く飽和状態だと言われていますが、韓国のコンビニはもっと多く、人口比で言えば日本のおよそ2倍のコンビニがあるのだそう。2022年1月、ミニストップはそんな韓国から撤退することを発表しました。今回はミニストップのその決断が凶と出たのか、それとも吉と出たのかについて解説します。そして日本以外の企業も続々と韓国を見限って撤退している悲惨な状況についても見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ミニストップはイオングループのコンビニエンスストアです。イートインコーナーが充実していますし、フードが豊富で美味しいデザートがたくさんありますよね。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートに次ぐ国内第4位のコンビニチェーンです。1980年に当時のジャスコ、現在のイオンが 100% 出資して設立しました。2024年2月現在、店舗数は国内1856店、海外173店となっています。実は海外の店舗というのは全てベトナム。しかし以前は韓国やフィリピン、中国にも進出していました。韓国に進出したのは1990年のこと。次々に出店して2021年12月時点には韓国国内の店舗を2597店まで増やしました。当時日本国内の店舗数が1971店でしたから、いかに海外に力を入れていたかが分かりますね。韓国のコンビニで三大コンビニと言われているのがチエスイシボ、CU、セブンイレブン。そんな韓国のコンビニ業界は、先ほどもご紹介したように店舗数が非常に多く、過当競争に直面しています。特にソウル市内ではコンビニが100メートルごとに発見できるほど増えているのだそうです。コンビニが増えても人口は変わりませんから、当然ながら経営状況は悪化していきます。でもどうしてそんなにコンビニが増えているのでしょうか。韓国では2012年頃からコンビニの店舗数が急激に増加しました。その背景には様々な要因があり、その一つとして自営業比率の高い韓国では会社を退職すると再就職が厳しいという事情があるのだとか。本社の支援の中で加盟店として展開できるコンビニであれば、なんとかやっていけるのではないかという思いがあり、コンビニを開業する若者が非常に多いのだそうです。韓国最大のコンビニチェーン CU の統計によると、20代の新規契約オーナーは2016年時点で全体のおよそ 9%、 30代では全体のおよそ 27% にも上ります。この傾向はどんどん加速して、2022年には20代が占める割合は 16.2% にも達しました。つまり韓国には就職できなかった時にはコンビニをやろうという若者がたくさんいるのです。また若者以外では50代でコンビニを開業する人も多くいます。実は韓国では基本的に50歳で会社を辞めなくてはなりません。法的な定年は60歳なのですが、様々な手段で仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれるのです。韓国の就業プラットフォームサラムインの調べによると、実際に60歳の定年まで働く割合は2019年7月の時点で3割ほどと言われています。しかも就業プラットフォームジョブコリアの2021年10月の調査では、韓国の人が感じる体感定年年齢の平均は 51.7 歳、大企業では49.5歳という結果が出ており、定年50歳といっても過言ではないような状況になっています。しかし年金の支給が始まるのは62歳から。そのために50代でコンビニを始める人が増えているのです。コンビニは多少の借金をして初期費用を用意できれば、職歴や学歴がなくても始めることができます。そこでコンビニを始める若者や50代が増えているというわけなんです。デパートや大型スーパーなどの小売業の成長が鈍化しているのに比べて、1人から2人世帯の増加や急速な高齢化などを背景に、コンビニだけが成長を続けています。その結果、韓国ではコンビニの飽和状態による過当競争が激しくなってしまいました。そんな中、ミニストップの売り上げは
コロナ禍の影響が出た21年2月期に大きく悪化。コロナ禍が直撃した21年2月期は 55.3 億円と非常に大きな赤字を計上するという結果になったのです。またアルバイトの確保や出店規制、人件費の高騰、夜間売上の不振などの課題が山積みでした。実は韓国ではコンビニの1店舗あたりの売上が日本の4分の1程度に過ぎないのだそうです。つまりコンビニを利用したい消費者よりも店舗の方が多いということ。さらに韓国のコンビニを苦境に立たせた理由があります。それはムン・ジェイン前政権による急激な最低賃金の引き上げやコロナ禍の長期化です。 CU、セブンイレブン、ジエスイシボの韓国主要コンビニ3社が韓国国会に提出した資料によってコロナ禍の3年間でコンビニの業績が大きく失速したことが分かりました。高騰した人件費と賃貸料などに耐えられないコンビニは相次いで閉店に追い込まれました。最低賃金の引き上げ率が最も高かった18年、コンビニ3社の閉店数は急増し、それ以降も持続的に増加しています。ムン前政権におけるいわば所得主導成長の副作用は商商工業者や自営業者に悪影響を及ぼしたのです。所得主導成長というのは社会民主主義的な理念を内包した経済政策のこと。先ほども説明しましたが、韓国では多くの若者や50代の退職者がコンビニを開業しています。しかし激化する過当競争の中で閉店という厳しい現実に遭遇し、数千万円という赤字を抱えたまま退職金まで費やしたケースが少なくないのです。深夜の売り上げが多いコンビニですが、新型コロナが長期化したことで客足が途絶えて売上高も急減。やむを得ずアルバイトの代わりに店主の家族をも動員し、24時間交代で働いても赤字を避けられない状況に。このような状況で韓国商商工業者は政府に最低賃金に対する業種や規模別の差別化を求めました。また最低賃金の引き上げに反対するコンビニ店主は、遅い時間帯に商品価格を引き上げる深夜割増制度の導入を訴えています。韓国ではかつてないレベルだった不動産バブルが弾けつつあります。その原因は輸出低迷に伴う未曾有の貿易赤字とアメリカの政策金利の大幅な引き上げに同調する金利の引き上げ。今後も個人消費が冷え込むことでコンビニ業界のさらなる苦難は続くと予想されています。このような状況からミニストップは韓国における将来的な成長は難しいと判断。2022年1月21日、韓国でコンビニ事業を運営している子会社のすべての株式を現地のロッテにおよそ3130億ウォン、日本円で300億円余りで売却すると発表。韓国から撤退しました。実は韓国から撤退しているのはミニストップだけではありません。日本の他の企業や世界各国の企業が韓国に見切りをつけて撤退しているのです。金融業や製造業を中心に2019年には173社の外資系企業が韓国から撤退。2018年の68社、2017年の80社に比べると韓国からの撤退は加速していると言えます。2019年にはノージャパン運動が始まり、多くの日系企業が撤退したことを覚えている人も多いでしょう。ユニクロはいくつかの店舗を閉店するなどして事業を縮小しましたし、同じファーストリテイリング傘下の GU は完全に韓国から撤退しました。日産や DHC、丸亀製麺なども続々と韓国から撤退しています。さて韓国から撤退したミニストップですが、その後はどんな状況になったのでしょうか。そしてミニストップがなくなった韓国ではどんなことが起こったのでしょうか。次に韓国から撤退したミニストップとミニストップが消えてしまった後の韓国について見ていきましょう。韓国から撤退する際にミニストップは事業を現地企業に売却しました。ミニストップの買収に名乗りを上げたのは韓国のロッテグループと新世界グループ。ロッテはフランチャイズ契約のもとセブンイレブンを、新世界は韓国独自の e マートというコンビニチェーンを展開しています。
店舗数はそれぞれおよそ1万1000店とおよそ5000店。しかし、コンビニ業界トップ2は CS イシボと CU でそれぞれ1万5000店を有しています。そこでトップ2に追いつくためにロッテと新世界はミニストップを買収しようとしたのです。その結果、勝利したのはロッテでした。2022年1月、ミニストップは韓国事業をおよそ310億円で売却し、ロッテの完全子会社になりました。ロッテとしては万々歳ですが、ミニストップのオーナーにとってはこの売却は悪夢としか言えませんでした。実はミニストップは韓国で唯一店舗の最低収入を保証していたのです。日本のコンビニチェーンは基本的に2000万円ほどの最低保証額を設定しています。店舗の収入がそれを下回ると人件費や光熱費が捻出できなくなり経営が立ち行かなくなるため、不足分を本部から補填するという制度です。オーナーの利益を保証するわけではないのですが、せっかく始めたコンビニが赤字であっという間に閉店したという事態を避けることができます。一方、韓国のコンビニ業界にはこのような制度がありません。どんなに経営が苦しくても、必要経費が経営を圧迫しても、本部は何もしてくれないのです。人件費の高騰も相まって、コンビニは閉店ラッシュに。ところが、新規開業する店舗の方が多いため、韓国のコンビニ数は増え続けているのです。ミニストップが撤退して、ロッテに売却されたことについて、韓国では、日本企業が撤退してくれて嬉しいという声が上がりました。しかし、韓国で唯一最低収入を保証していたミニストップのオーナーにとっては悪夢でしかなかったのです。一方、韓国から撤退したミニストップはどうなったのでしょうか。韓国から撤退した後、ミニストップは売上が大幅減少ながら6期ぶりの最終黒字に回復したのです。韓国ロッテに310億円で売却した結果、売却益として288億円を計上したことが要因でした。さらに、ミニストップが浮上する鍵となったのが、トップバリューとベトナムです。現在のコンビニ業界では、PB、つまりプライベートブランド商品が非常に重要性を増しています。各社は豊富な販売データを持っていますし、規模を拡大する中で、商品開発力を強化しています。データを活用し、価格力も優位を持ちやすいプライベートブランドは各コンビニの集客に影響を与える部分が大きい商品です。ミニストップの親会社であるイオンが持っているトップバリューの商品は質よりも量が多く安いというイメージ。コンビニの利用者はどちらかというと少量の美味しい商品を購入したいという傾向にあります。この点でトップバリューの商品イメージはコンビニの集客力には効果が薄いと言われていました。ところが昨今、急激な物価高によって消費者の節約志向が高まっています。これをチャンスにして価格競争力の高いトップバリュー商品を積極的に販売していく狙いを示しています。実際、トップバリュー商品のアルコール飲料やソフトドリンク、スナック菓子の販売が増加しているそうなんです。皆さんもこれらのトップバリュー商品を手にしたことがあるのではないでしょうか。さらに、ミニストップの売上高に貢献しているのが近年経済成長を著しいベトナム。中国やフィリピン、そして韓国からは撤退したミニストップですが、ベトナムだけは海外事業として残っています。ベトナム事業では店舗数が 15% 増の138店に対し、売上高は 46% 増でした。店舗数の伸び以上に売り上げが伸びており、比較的好調だとわかります。中でも、野菜などの食料品も取り扱う新フォーマット店における売り上げの伸びが大きいようです。営業利益は2億円の赤字でしたが、直近の第4四半期単体では、事業開始以来初の黒字化を達成しており、徐々に業績は改善傾向にあるようです。国内で苦しい状況が続く中、むしろベトナム事業の方が比較的堅調と言えるかもしれません。かつてベトナムでは中国から農産物を輸入していましたが、多くのベトナム人が使用されているであろう多量の農薬に強い警戒感を抱いていました。
それに比べて日本のミニストップが扱う野菜などの食料品には安心感があるのではないでしょうか。韓国からの撤退を決めたミニストップの英断は吉と出たようです。王を仇で返すやり方が根付いた韓国。日本人の生活にも馴染みの深いお店の一つといえばダイソー。一度は利用したことがあるのではないでしょうか。お隣の韓国でも韓国ダイソーがとても人気があるようです。ちなみに韓国ダイソーを運営しているのは韓国企業のアソンダイソー。この韓国の企業アソンダイソーが2023年12月12日第2位の株主である日本のダイソー産業が保有していた自社の持ち株すべてを買い取ったと発表しました。つまりアソンダイソーは完全韓国企業へと変貌したということ。この動きに韓国国内は歓喜の声であふれているようです。え、日本のダイソーは韓国が経営してるの？乗っ取られたってこと？そんな疑問が湧くかもしれませんが、そうではありません。今回は戦略的に株を買い占めた韓国と英断した日本の関係について探ってみたいと思います。突然ですが皆さんはダイソーを利用したことはありますか？ダイソーといえば日本人には100円ショップとして有名で馴染み深いお店の一つです。海外展開も積極的に行っており、お隣の韓国にも韓国ダイソーがあります。ただ韓国ダイソーの運営は日本のダイソーとは異なり、韓国企業アソンダイソーが筆頭株主となり運営しています。つまりダイソーという名前のせいでややこしくなっていますが、日本のダイソーと韓国ダイソーは別企業ということです。ただ、アソンダイソーには日本企業であるダイソー産業の資本が入っていました。その割合はアソンダイソーの最大株主であるアソン HMP が 50.02%、日本のダイソー産業が 34.21% です。今回アソン HMP が2大株主である日本のダイソー産業の保有株 34.21% をすべて買収したことで、アソン HMP の持ち株比率が 84.23% になり、日本資本はゼロになりました。完全に韓国と日本の関係性がなくなったということですね。ちなみに残りの株主もアソンダイソー社長と親族らが保有しているため、完全韓国企業と言っても過言ではありません。ここで誤解しないでほしいのは、日本のダイソーが韓国に乗っ取られたわけではなく、韓国のダイソーがダイソー産業から独立したということ。そして日本のダイソー産業としては、韓国企業から離れるという英断を下したのです。ここで韓国のアソンダイソーと日本のダイソー産業の関係を少し振り返ってみます。アソンダイソーの前身は1992年に設立されたアソン産業です。創業者のパク・ジョンブ会長は1997年にアスコイーブンプラザ1号店をオープンさせ、生活雑貨販売事業に参入しました。その後2001年に日本で100円ショップを運営してきたダイソー産業が約4億円を投資して株式およそ 34% 強を取得し、合弁契約を結びました。これによって会社名をアソン産業からアソンダイソーに変更しています。ちなみに韓国には約1500以上の店舗がありますが、ダイソー産業と人的交流や協業は全く行っていません。そのため韓国ダイソーと日本のダイソーではロゴも異なり、売られている商品も異なります。余談ですが、日本一大きいダイソーといえば地上6階地下1階の規模を誇るザ・ダイソーギガ船橋店で、圧倒的な品揃えと評価されています。一方韓国のダイソーはというと、さらに驚愕の店舗が存在しました。
なんと地上12階建てのビルがすべてダイソーなのです。全部見るのに半日はかかりそうな規模ですね。そんな韓国のダイソーは、今回の買収で韓国で問題視されてきた日本企業のイメージを払拭し、韓国内での地位を確立できると評価され、国民からは喜びの声が飛び交っています。韓国国民がここまで喜ぶ背景には理由がありました。それは韓国ダイソーについて国籍議論が長きにわたり勃発していたからです。要するに、韓国ダイソーって日本の企業なんじゃないの？日本が株の一部を保有しているわけだから韓国企業とは言えないと批判、誤解されていました。そのため韓国国内で反日ムードが盛り上がるたびに、韓国ダイソーはそのやり玉に挙げられることもあったのです。実際に2013年と2019年に反日感情が高まった際には、アソンダイソーは韓国企業だというのに不買運動の対象にもなっています。その度に韓国ダイソーの店内では日本企業ではないという旨の放送が流れることが恒例になっていたようです。日本企業ではないという館内放送を想像してみてください。さすが韓国と言わんばかりの行動だと思いませんか？また日頃から韓国国内のメディアなどを通じて日本の会社ではないとアピールを続けていました。つまり韓国ダイソーにとっては日本離れが悲願だったということですね。こうした経緯もあって、アソンダイソーが日本の保有株をすべて買い取ったことが報道されると、韓国ではずっとモヤモヤしていたからよかったなどと歓迎する声が殺到したのです。ただ忘れてはいけないのは、韓国ダイソーが発展を遂げた背景には日本のダイソーというブランド力があったことです。2001年に日本のダイソー産業から投資を受けたアソンダイソーは 100% 独自の経営をしていると説明しました。しかしその一方でこのような発言をしています。日本ダイソーの投資を誘致し、企業認知度を高めるために既存のアソンからアソンダイソーに変更し、ダイソーというブランドを使って事業を進めている。つまりダイソーのブランド名が欲しくてダイソー産業に株を保有させたということ。そして日本のブランド力を借りて事業を成功させ、ある程度余裕ができたら日本とは関係ないと日本の後頭部を殴るという韓国のお決まりパターンが計画されていたのです。まるで使い捨て回路のようですね。しかし韓国のお決まりのパターンは今に始まったことではありません。これまでの事例を紹介します。韓国の株式会社ポスコは韓国最大の鋼鉄企業ですが、日本企業の新日鉄の前身である八幡製鉄、富士製鉄などから技術協力を受けて成長した企業です。また韓国トップの自動車メーカーヒョンデ自動車も日本の三菱自動車の技術指導を受けており、韓国2位の自動車メーカーキア自動車もマツダの技術指導を受けています。ちなみにヒョンデ自動車という名前が気になった人もいたと思うので説明しておきます。これまでヒュンダイと表記されていましたが、2020年にワールドワイドで韓国語の発音であるヒョンデに統一されることになりました。これは自動車事業のみならず、多角的な経営を行うヒョンデグループ全体として次世代事業に対する社内外の意思統一を図る狙いがあると言われています。ただあまり浸透していないようで、現在もヒュンダイと呼んでいる人が多くいます。少し話がそれましたが、韓国不動のトップ企業サムスンも日本の三洋電機や NEC の協力を経て大きく成長した企業です。このように韓国の大手企業の歴史を遡ってみると、成長の背景には日本企業が携わっているのです。それにもかかわらず、韓国は反日運動や賠償問題ばかりを日本に突きつけ、企業の成長に携わった日本の存在を認識しようとしません。サムスンに関しては、日本から盗んだのは技術だけではありません。なんと技術者も奪っているようなのです。2012年春、
ハイテク業界で働く関係者たちの間で、ある有名エンジニアの退社が話題になったことがありました。それはキヤノンの開発センター室長を歴任した男性で、デジタルカメラの絵作りのノウハウが詰まった半導体を担当していることで知られていた人物です。突然の退職を不思議に思い、企業側が調査を依頼したところ、サムスンにヘッドハントされた可能性が浮上しました。この時の調査に携わった調査員は、決定的な証拠がつかめずに困っている、韓国語名で働いている可能性もあると明かしていました。サムスンが日本人技術者を引き抜いたこと自体を隠すために、場合によっては韓国語の通り名と名刺を渡して雇用することがあるのは有名な話です。さらに声をかけてくるタイミングも絶妙です。冬のボーナスが支給された後の12月や人事異動が発令される春などを狙い、職場環境などに悩みがある人材をピンポイントで狙ってくるといいます。そしてコンビニ業界で有名なのは、韓国に乗っ取られたと騒がれたこともあるファミリーマートです。韓国企業が業務提携という形でファミリーマートの営業ノウハウを吸収。一方的にファミリーマートを追い出した上に看板を下ろし、韓国コンビニの CU という名前の看板を掲げたことは有名です。恩をあだで返すことに加え、日本を見下す姿勢も定番で、ファミリーマートを追い出す時には、もう学ぶことはないと強気な発言をしていました。過去に、日本のメーカーにあと何年で追いつけますか?と聞かれたヒョンデ自動車も、もうとっくに追いついていますよと答えています。今回のダイソー問題で、まさに恩をあだで返すというやり方が根付いた国であることが浮き彫りになり、この先も変わることはないだろうと痛感させられたような気がしますね。今回の一連の動きは、アソンダイソーにとっては悲願の日本離れを成し遂げたことになります。では一方で、日本のダイソー産業にとってはどうでしょうか。何かデメリットや変化はあるのでしょうか。実はダイソー産業は約20年前に4億円ほどの投資で入手した株が、今回の件で5000億ウォン、日本円にしてなんと約550億円になって戻ってきます。4億円が550億円になり、デメリットどころか大儲けです。そんなダイソー産業は100円ショップとして国内ナンバーワンを誇っています。2023年9月末時点で国内店舗は4280店舗。国内での1日来店客数は310万人を超え、国内の業界シェアは売上ベースで6割超え。ダイソーが人々にとって馴染み深い店であることは周知の事実ですが、これほどまで多い来店客数だったことには驚きですね。ちなみに茨城県の人口は280万人なので、毎日茨城県民数を超える数の人がダイソーを利用しているということになります。海外でも2023年2月末時点では合計2312店舗を有し、毎月800アイテムの新商品を投入しています。その中の約 90% が自社開発商品で、全商品数は約7万6000アイテムと豊富な品揃え。2023年度中にも市場規模が1兆円を突破するのではと言われ、まだまだ成長の可能性を秘めているとされているダイソー産業。国内100円ショップ市場の中でもダイソー産業は抜きんでた存在で、2023年2月期の売上高は5891億円でした。ちなみにダイソー産業に続くのはセリアの2123億円で、さらにワッツやキャンドゥなどの各チェーンが続くといった状況です。ところで日本のダイソーは海外からの来日客の間でも人気があることをご存知でしたか?日本に来た時に必ず訪れるのはダイソーとドン・キホーテと言われるぐらい、海外からの来日客にとってお気に入りの場所になっているようです。では今回の件について、日本の人々はどのように思っているのでしょうか。コメントをいくつか紹介します。
日本のダイソーと関係なくなったのなら早く名前変えてほしい。一切の関係を断つ方がいい。うまいこと縁切りできた。これらのコメントを見てもわかるように、韓国との関係を断ち切れたことを喜んでいる声が多く聞こえてきますね。韓国ダイソーは2022年の売り上げが2兆9458億ウォン、日本円にして約3300億円、営業利益は2393億ウォン、日本円にして約270億円に達しています。経営規模を比較すると、日本国内で2番手のセリアを凌駕するまでに成長していることがわかりますね。ただ日本のダイソーは海外へも積極的に店舗を拡大していますが、一方の韓国ダイソーは韓国のみで勢力を拡大しています。これから海外展開するの？日本に出店するの？という今後の展開を気にかける声もあるようですが、地元韓国以外で受け入れられるのは難しいのではないでしょうか。なぜかというと、その理由は質の違いです。ある日本人が実際に韓国ダイソーに行ってきた感想をこのように語っていました。韓国ダイソーは日本のダイソーには到底及びません。100円ショップで質を語るつもりはありませんが、日本の方がずっとセンスが良く、生活で必要とされる品が揃っています。つまり日本のダイソーより品質が悪い韓国ダイソーに勝ち目はないということ。アソンダイソーは韓国の地元企業に生まれ変わると堂々と宣言しているので、韓国国内に力を注ぐ可能性の方が高そうです。日本の企業と提携して技術やノウハウさえ手に入れれば、あとは用なし。株式を買い取るから出て行ってくれ。アソンダイソーもこれまでの韓国企業同様、恩を仇で返す定番のパターンでした。完全に独立し、日本との関わりが一切なくなった韓国ダイソーは、自分たちの力だけで成長していくことはできるのでしょうか。今後どのように変化していくのか、注目ポイントになりそうです。LINE が韓国に絶縁状を叩きつける。韓国企業との資本関係を解消するのに待ったなし。皆さんのスマホには LINE のアプリは入っていますか？今や日本のスマホユーザーで使っていない人はいないのではないかと言われているほどに普及している LINE。 Z 世代と呼ばれる10代から20代はもちろんのこと、働き盛りの30代から40代、そして60歳以上の方まで幅広いユーザーが活用しています。かつてはメールや電話で連絡をしていたのに、今では LINE が連絡手段の中心になりました。また利用者の住居にも偏りがなく、これほど日本全国で広く活用されているものは LINE しかありません。この LINE というアプリ、日本の会社が作ったサービスだと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は日本ではなく韓国とゆかりがあるのです。しかし韓国との深い関係があるがゆえに大きな問題を抱えていて、総務省からもお叱りを受けています。一体何があったのでしょうか。今回は LINE が抱える問題とゆかりのある韓国と絶縁をしようとしている状況について詳しく見ていきましょう。LINE が起こした問題とは、なんと個人情報の流出でした。2023年11月、LINE 利用者の個人情報およそ52万件が流出したと発表されたのです。個人情報の流出という不祥事は、企業においては死活問題ですよね。これまでにもベネッセコーポレーションや森永製菓といった大企業、厚生労働省という国の省庁まで、その度に大きな話題となっていました。52万件もの個人情報の流出となれば、国も放ってはおけません。今回の情報流出を踏まえて、総務省は LINE を運営する LINE ヤフーに対し、電気通信事業法に基づく行政指導を行いました。流出した情報の中身は、利用者の性別、
年代といったものだけではありませんでした。他にもおよそ2万件ほどのアプリを使って通話を行った日時なども含まれていたと報告されています。電気通信事業法は事業者が通信内容だけでなく通信の日時や発信場所なども通信の秘密として保護するよう定めています。今回の漏洩はその規定に抵触するもので、これは見過ごすことはできないと総務省も厳しい指導をすることになったのです。一体なぜ LINE から個人情報の流出が起きてしまったのでしょう。今回個人情報が漏洩してしまった原因は LINE が業務委託を行っている子会社への不正アクセスでした。そこで総務省は今回の原因となった業務委託先に対する監督体制にとどまらず、 LINE ヤフー経営体制そのものの見直しを要求しました。行政主導で会社の経営体制まで踏み込むというのは異例のことだっただけに、周囲も驚きを隠せなかったようです。行政主導でここまで踏み込んだ文書はあまり見たことがない。次こそは許さないぞというメッセージだな。仏の顔も三度までということなんでしょうね。ここで経営体制の見直しを要求された LINE がどういった会社なのかを理解しておきましょう。ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、実は LINE は韓国との関係が深いのです。もともと LINE の親会社は韓国のネイバーという企業。日本ではネイバーまとめという情報収集サイトが有名でしたね。ネイバーは韓国では検索事業で、韓国国内のなんと 78% 以上のシェアを誇る韓国ナンバーワン IT 企業なのです。インターネットの検索といえば真っ先に Google を思いつく人がほとんどではないでしょうか。実際世界の大部分の国ではグーグルが 80% から 90% のシェアを獲得している状態です。そのような中で、韓国国内の 78% 以上を維持しているネイバーとはどういった企業なのでしょう。ネイバーの歴史で特徴的なのは、積極的な吸収合併を繰り返してきたことだと言えます。創業から15年間で20回以上の吸収合併を行い、自社のノウハウや技術を蓄え、会社規模を拡大してきました。つまりネイバーはアメーバのように他社を取り込むことで競争相手をなくしていき、ナンバーワンになった会社なのです。このネイバーは韓国国内のビジネスを拡充する一方、実は日本進出にも意欲的でした。2000年9月にはハンゲームジャパンという名前で日本法人を設立。その後韓国で圧倒的シェアを誇った検索事業を日本で展開すべく、2007年にはネイバージャパン株式会社を設立しました。ところがこの時すでに日本には Google だけではなく Yahoo Japan という大きな壁がネイバーの前に立ちはだかっていたのです。韓国で検索事業のシェアを独占していたネイバーでさえ、日本市場では苦しい状況が長らく続くことになりました。そんな中で登場したのが LINE でした。この LINE が若者を中心にどんどん広がっていき、今は知らない人はいないほど利用者が増えています。 NTT ドコモモバイル社会研究所の2024年1月の日本人の SNS 利用率調査では LINE がなんと 83.7% とダントツでした。他の X 旧 Twitter の 43.2%、インスタグラムの 39.9% と比べても、はるかに多くの人が利用していることがわかりますね。 LINE は今やネイバーという企業には欠かせないものとなったのです。こうして今や日本人ならほぼみんな使っている LINE。 LINE は2023年6月末時点で日本人の月間利用者数がなんと9500万人を超えています。日本人のおよそ 75% が使っているなんてすごい人数ですね。そんな LINE は2023年10月にヤフーと一つの会社に統合され、 LINE ヤフー株式会社になりました。この経営統合に合わせて誕生したのが A ホールディングス株式会社という LINE ヤフー株式会社の株式を所有する持ち株会社。そしてこの A ホールディングスはネイバーとソフトバンクが株式を 50% ずつ所有しています。つまり LINE ヤフーにとってネイバーとソフトバンクは
共に実質的な親会社と言えるのです。日本法人といえども実質半分は韓国の支配下にある状況が続いていたのですね。 LINE ヤフーという日本法人になったとはいえ、もともとは韓国企業のものだった LINE、 ネイバーとの関係は依然として強いものだったことでしょう。個人情報流出という大問題はこうした関係性が招いてしまったものだと考えられています。今回の流出はネイバー子会社のネイバークラウドが不正アクセスを受け、 LINE 側のサーバーにも侵入されたのでした。調査を進めると、このネイバークラウドに LINE ヤフーがデータ管理などを委託していたことが判明。ネイバーとの業務上の関係が深く、社内システムで従業員の権限を管理する認証基盤は一部共通化されていたのです。少しでもネイバーの利益になるよう、韓国側にある自社の子会社を使わせていたということでしょう。その結果、LINE ヤフーの個人情報漏洩が起きてしまったのですね。事態を重く見た総務省が、先ほどお伝えしたように LINE ヤフーの行政指導に踏み切りました。また、情報漏洩の原因になった認証基盤をネイバー側と技術面でも運用面でも完全に分離するよう求めています。LINE ヤフーの井出沢武社長は総務省に呼び出され、行政指導の文書を受け取った後、委託先管理の甘さがあったと陳謝しました。そして総務省から求められた認証基盤の分離を進めるとも説明しています。総務省が指摘するように、韓国親会社との縁が切れれば自前で認証基盤を持てるので、確実にセキュリティ対策を進めることができると期待できますね。しかし、果たして本当にできるのでしょうか。 LINE ヤフー側から見れば、今回の発端となった業務委託先は大株主の子会社にあたります。 LINE はもともとネイバーが作ったものですから、依然としてネイバーの力が強く、日本側が監視できないのではないでしょうか。井出沢社長のコメントでは、完了までに3年くらいの時間がかかるとの見通しを示しています。それに対し業界からは、そんな悠長なことを言っていたら、その間にまた不祥事が起きると危惧する声も。総務省も不安視しており、技術的な分離措置などを講じるのみでは不十分と指摘し、親会社との関係見直しをも迫ったのです。総務省がまとめた10ページに及ぶ行政指導の文書には、苛立ちすら感じ取れるような厳しい言葉が並んでいました。ここでその一部をご紹介します。旧 LINE 社に対してはアクセス管理の徹底なども含めて行政指導を行っていた。にもかかわらず、なおもアクセス管理の不備を一因とする本事案を招いた。電気通信事業全体に対する利用者の信頼を大きく損なう結果となったものであり、当省として極めて遺憾である。総務省の厳しい指導内容に、 LINE ヤフーの関係者からは驚きの声が出ていました。ここまで厳しい行政指導は想定していなかった。対応を一からやり直すことになる。ユーザーからすれば、一からやり直してでも安全性は確保してほしいところですよね。総務省がここまで厳しい対応を求めたのには、それなりの理由がありました。先ほどの厳しいコメントにもありましたが、統合前の LINE は一度総務省から行政指導を受けていたのです。2021年3月に LINE はヤフーを傘下に持つ Z ホールディングスと経営統合をしています。その際に対外的にデータは日本に閉じていると説明していたにもかかわらず、実情は異なるものでした。システム管理を委託していた中国から利用者の個人情報にアクセス可能となっていたのです。そこで一度目の行政指導を受けてしまっていた LINE、 その際データ管理の強化に向けて、個々の事業会社による自律的かつグループ内での一元的な監督体制を構築するよう提言を受けていました。にもかかわらず、アクセス管理の不備があったことで再び不祥事を招いてしまったのです。さすがに2度目はないですよね。個人情報保護法などに詳しい識者も厳しい指摘をしています。前回の問題と性質は異なるが、会社のずさんな体質が背景にある点は共通する。データ管理の監督体制も構築できなかったということだ。識者の意見と同じように、総務省もまた LINE ヤフーと
ネイバーとの上下関係の強さが背景にあったと見ていたようです。特に韓国は上下関係にはかなり厳しい国ですから、親会社の言うことは絶対だったのかもしれませんね。 LINE ヤフーがネイバー側に対して安全管理のための的確な措置を求めることや適切な委託先管理を実施することが困難であった。つまり現状の経営体制ではいくら指導をしても韓国企業のネイバーがいる限り改善できないと言っているようなものですね。それに韓国企業が日本の総務省の言うことをどこまで真摯に受け止めるのかも疑問です。実際のところこの行政指導というものには残念なことに法的な強制力はありません。それじゃあ結局何も変わらないんじゃないの？と考える方もいらっしゃるでしょう。やはり総務省も同様の懸念があるのか、行政指導を行った際に次のように警告しています。今後新たな懸念が生じた場合などには追加的な措置を求める可能性がある。この先の対応次第で強制力を伴う業務改善命令を出す可能性もあるぞと言っているのです。だからこそ原因を抜本的に解決するため LINE ヤフーとネイバーとの資本関係にまで踏み込んで言及したのでしょう。もし資本関係の見直しを行うとなると、ソフトバンク側の対応も気になります。ソフトバンクも 50% を出資しているのですから、適切な経営体制のあり方をぜひとも検討してほしいですよね。その意思を示すかのように、総務省はソフトバンクの宮川純一社長を霞が関の庁舎に呼びつけ、次のように伝えました。適切なガバナンスを構築するために LINE ヤフー社から経営体制見直しなどの要請があるかもしれません。もしあった場合は親会社であるソフトバンクにも協力してもらいたい。ここまで呼びつけられて言われてはいいえとは言えないですよね。これを受けたソフトバンクも、親会社として実効的なセキュリティガバナンス確保の方策を検討していくとのコメントを出しています。ここは今後のソフトバンクの動向に期待しましょう。今や LINE は個人同士のやり取りだけではなく、政府機関や自治体でも情報伝達手段として、そして企業間でも頻繁に利用されています。また新型コロナウイルスワクチンの予約システムとして利用されたことが記憶に新しい方もいらっしゃるでしょう。 LINE は間違いなく日本の通信インフラとして定着しています。だからこそユーザーが不安なく LINE ヤフーを使えるために、日本政府はもっと厳しい目で LINE に対して要求すべきでしょう。ここで LINE ヤフーがネイバーとの距離を置かなければ、ただの韓国企業の子会社というような立場は変わりません。日本側としてみれば、 LINE ヤフーの資本関係が見直しされれば、韓国に流れていた利益が日本にもたらされることにもなりそうですよね。日本の安全管理が行き届けば、 LINE 側もこれまでのようにけんちゃなよ、大丈夫などと簡単には言えなくなるでしょう。今後の日本側の安全管理に対する姿勢にも注目していきましょう。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。